正面改札ホームホーム中目黒駅は東京都目黒区上目黒3丁目にある東急電鉄東京地下鉄の駅である目黒区の駅では最も東に位置する目黒区の行政商業交通の中心的な駅として機能している東急の東横線と東京メトロの日比谷線が乗り入れている両者が駅施設を共用する共同使用駅であり 東急が駅を管轄している。東横線の旅客営業列車が座席指定列車のエストレーンを除きすべて停車し、日比谷線の終着駅でもある。2013年3月15日までは、両線で相互直通運転が実施されていた。東急東横線は、上りが東京メトロ副都心線を介して、東武東上線、西武池袋線に、下りが、 横浜高速鉄道港未来線にそれぞれ相互、直通運転を実施しており、東京メトロ日比谷線は終着駅である北千住駅のさらに先、東武伊勢崎線を経由して日光線、南栗橋駅まで相互直通運転を実施している。東急電鉄の駅長所在駅であり、中目黒駅管内として、大館山駅学芸大学駅管の各駅を管理している。なお、 東京メトロの駅としては、霞ヶ関駅、ストム関区六本木地域の非管理駅である。1936年5月頃に撮影された中目黒駅。駅左側に売店、郵便ポスト。右側に公衆電話ボックスがある島式ホーム2面4線を有する高架駅であり、ホームの大観山、恵比寿よりは目黒川の真上にかかる。外側1.4番線を、 東横線が内側2.3番線を日比谷線が使用している。駅管理は東急が行っており、駅名表等の案内サインも東急の使用となっている。改札口は山手通りに面した高架下に1カ所、有天寺寄りに1カ所の計2カ所がある。開業当初から長らく改札口は山手通りに面した1カ所であったが、中目黒駅大量工事の一環として、 有天寺駅側に改札口が追加設置された。改札口が2カ所になったことにより、従来の改札口を正面出口、有天寺駅側の改札口を南出口と呼ぶことになった。トイレは1階の改札内コンコース部に設置されている。多目的トイレは以前は設置されていなかったが、後年に追加された。当駅の日比谷線引上げ線横には東京地下鉄の事務所がある。 建物は3階建て構造。この事務所から引上げ線に出入りすることができる。東横線の高架橋の北側に出入口等がある。現在は、日比谷線の車掌、運転士が所属する中目黒車掌事務室、中目黒運転事務室がある。日比谷線電気区、日比谷線、信道区分室、日比谷線工務区中目黒分室、千住検築出張所が配置されている。 東横線ホームの重量化延長工事が行われた。2013年3月16日から開始された、東横線と福都新線との相互、直通運転開始に向け、以下の改良工事が実施された。2013年3月16日以降、当駅より、パスモスイカ等各種 IC 乗車券を利用して、東急東横線に乗車し、渋谷駅で改札を通らず、半蔵門線、 福都新線経由で東京メトロ各駅へ乗り継いだ際は、東駅より日比谷線を経由し、全線東京メトロを利用した運賃が引き落とされる。例えば東駅より IC 乗車券で東横線、福都新線直通列車に乗車し、東京メトロ池袋駅へ向かう場合、本来は東急東横線中目黒駅渋谷駅の126円と、 東京メトロ副都心線渋谷駅池袋駅の199円を合わせた325円が引き落とされるべきところだが実際は当駅から東京メトロ線のみを利用したとみなされ242円が引き落とされるこれは IC 乗車券では乗車経路に関係なく最安運賃を計算するシステムであるために発生する現象であるなお 乗車券を券売機で購入する場合や定期券を利用する場合は、購入した経路で乗車する必要がある。この特例は、北千住駅でも行われており、半蔵門線北千住駅、東京メトロ各駅の経路で IC 乗車券で乗車した場合でも適用される。近年の1日平均乗降人員、乗り換え人員推移は、可表の通りである。 近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。駒沢通り、山手通り、中目黒駅駅周辺は、目黒区中央部の繁華街。駅及びその周辺地域は、住所上は、上目黒であるが、駅周辺は、中目の略称で親しまれている。駅から線路沿いに、目黒銀座商店街が伸びていて、飲食店や、感度の高いセレクトショップなどが立ち並ぶ。 また、目黒川沿いに小規模ながら、個性的な飲食店が増加している。目黒川沿いの桜並木は有名であり、桜のシーズンには多くの人が訪れる。2003年1月6日には、駅近隣へ、目黒区総合庁舎が中央庁から移転したため、目黒区の中心駅として機能している。高架下は2008年から耐震補強工事を行っていたが、 2016年11月22日に商業施設中目黒降下したとして開業した。駅設置当時の所在地は、江原郡目黒村大技上目黒技諏訪山であり、目黒区となってからも上目黒三丁目であるが、駅名は開業当時より中目黒となっている。これは開業当時に、駅南東側の山手通りと駒沢通りの交差点に、 玉川電気鉄道中目黒線の中目黒終点があり、その連絡駅として位置づけられたためである。注車区店、点。ありがとうございます。